3年目もある。オッケーオッケー、分かった。まあせっかくだからやるか。え、なんでお前こんだけ体力あんのに。うわー、ふざけんねお前、怪我したじゃねえかよ。これはちょっと分かんなかったわ。じゃあ選択肢の問題じゃなかったんだ。ちょっと待って、ついまだ直してなかったわ。打撲だっけ、打撲しちゃって、うん。ちょっと待って、君これ打撲っていうか骨折れてるよ。だって俺結構立ってるけど、打撲してから我慢強いっていうか鈍感っていうか、とにかく入院だね。なんてこった。うそうん、もう大丈夫。やった、やっと退院だ。くれぐれも怪我には気をつけてな。もう来るんじゃないよ。嘘だろ。ちょっと待って、マイナスになったんだけど。え、今なんて書いてあった。足りない分はつけにしてもらった。あー、まずいな、お金がそこついちゃったよ。え、なんかちょっと、なんか変なイベント来た。マイナスになったら。もしもし、そこのあなた。え、俺見たところ何かお悩みっすね。まあそうなんですけど、お悩みの原因はズバリお金ですね。あれ、わかります？もちろん。足もプロですから。足がその悩みをきれいさっぱり解決して差し上げましょう。本当ですか？どうやって？簡単っす。お金をバーンと貸しちゃいます。え、でもそれは大丈夫大丈夫。返済はだいたい2ヶ月後ぐらいで。利息は一切いただきません。あ、そうなんだ。いいじゃん。それはすごい。借りちゃおうかな。そうそう。ご利用は衝動的に。そうだな。よろしくお願いします。え、つか何？これ強制なんだ。はい。じゃあこれ500ドルと請求書っす。選択肢とか何も出ずに。え、強制で借りちゃった。どうもありがとうございました。こちらこそ。あ、そうそう。最後に一つだけ。さっき渡した請求書は捨てないでね。返済の時に回収するんで。はい。さて、彼は返済できるかな？なんかお金一気に増えたけど。まあでも500ドルですよね。ちょっと待って、あんなんバイト1回か2回ぐらいすれば返せるでしょ。うん、小見君、話があるんだ。君もだいぶ慣れてきたようだし、配達の仕事もやってもらうよ。配達？うん、ピザの配達。おお、バイクでちょいちょいと運ぶだけっすが、ちょっと交通事故とかになんねえかな。大丈夫かな。うん、ちょっと待って、引き受けてくれるかなって。俺いい家しかないんだよなこれ。うわー、これ選択肢って変えないのかな。ちょ、ヤーベンとかにしてみるか。お、はいが出てきた。すいません、俺方向音痴なので宅配はちょっと。そうなの？しかしご安心を。宅配の適任者を紹介します。少々お待ちを。で、こいつ呼んで。おお、一体何なんでやんすか。ヤーベンピザ好きだろ。まあピザ好きでやんすが、バイクでツーリングするのはまあ好きでやんすで、バッチリじゃないかヤーベン。まさに敵に。おいら野球と勉強に忙しいでやんす。店長、最初の宅配先は、231丁目のキャサリン・ブロンド、女性、二十歳、独身だね。了解でやんす。おいらが熱々のピザを届けるでやんす。よっしゃ。これお金はもらえるでしょ、俺。120ドル。オッケーオッケー。これで500ドルは手に入れたから、もう大丈夫でしょ。うん。最近ウィリー出てこねえな、あいつ。あ、パワーがやっといいになったわ。うん、やっといいになった。はい、ガチャ。あ、やべ、忘れてた。貸した金を回収に来た。やばいやばいやばい。なんで、やべやべやべ。あ、そっかそっか。俺、借金してたの忘れてたわ。やべやべやべ。500ドル借りてたの忘れてた。まったく、こんな時間に誰でやん。これは、おいら失礼するでやんす。おい、待て、やべ。ちょっと、じゃあ清算しようか。よし、請求書は持っているようだな。早速、返済手続きしようか。あ？おい、請求額に満たないようだが、ちょっと間に合わなくて。仕方ないな、持ち物を売り払ってもらう。マジで。やばいやばい、心配するな。こっちで全て手続きしてやる。まずはこのドゥーキーの守り。あ、これいらねえや、別に。次はパーリー。まあ、これもいらねえわ。ちょっと待って、パーリー。やばいやばいやばい。バットピカピカタオル。
ギャヒー勘弁して、シノのリストバンド、ギャヒー勘弁して、ボンバーチさっき買ったばっかりやのに、うわマジ、うん、足りねえ、それでも足りねえ、もう売るものはないのか、はあ、お前終わってるな、仕方ない、今回だけは勘弁してやる、またしばらくしたら取り立てに来る、その時に金がなければお前の野球だお前の野球人生はそこで終了だ、そんな、分かったな次の取り立ての取り立て時にお金が用意できていなければゲームオーバーとなりますちょっと待って、キャーヒットくるよ、大変でやんす、捕まえるでやんす、え、マジか、捕まえよう、ここは全力で捕まえる、これでもしかしてお金がもらえるかもしれないしね、よし追いかけてやるぞ、捕まえた、チェ、さっきのやつじゃねえかよ、ありがとうございます、これ俺の気持ちです、おい来た来た来た、やったぜ、なんとか一面取り留めたようだな、うん、よかった、まあ一回休んでと、コンコン、はい、ガチャ、ああでも今回500ドルあるから、あなたは貸した金を回収に来た、用意はできてるな、まったく、こんな時間に誰でやん、これはおいらが失礼するでやんす、でもさ、まあそのディッシュとか何もないんだったら割と、うん、500ドルこれで完済、オッケーオッケー、あまり浮かれるんじゃねえぞ、そもそも借金したこと自体褒められたことじゃない、まあそうなるんですけど、これからは計画的に生きろよ、じゃあな、あの人に説教されるとは、普通にいいやつじゃんこいつ、うん、宿題は宿題やってきました、宿題を提出、うん、関心、これを授けよう、学業成就のお守り、やったぜ、